速稼塾の久保です。今日はね、この牧人のトレーニング方法がやっと少しできましたんで、記録動画にさせていただきます。まあご存知のように、カンフーファンなら誰でもね、見たことがあるこの牧人。最近でしたらね、あのイップマンっていう映画に出てきて、ドニー・イエンさんとかがね、カン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 とやってかっこいいんですよね。で、マスター D っていうね、外伝もなかなか面白かったんで、イップマンの方、Amazon でご覧いただければと思います。さあ、それでね、トレーニングの方法なんですけど、私ね、1年かかってやっと5手しかできてないんですよ。やっと5手です。それでもなんとか組み手をしても手が痛くならないようになりました。要するにここが鍛えられてきたんですね。あとはまあ独特の角度っていうんですか、手を痛めないような角度がつかめてきたということで、独学だとね、多分これ1年かかるんですよね。だからこれは人に教わりながらやると多分ね、1週間ぐらいのものだと思うんですよ。私の場合はたった1人でやってますんで、何の資料もないです。本当にね、あの憧れだけでやってますんでね。ちょっと今日は記録動画ということで、どの後手をやったのかちょっとご覧いただきたいと思います。まずは1手目、こう構えてですね、これが拳が出てきたというシチュエーションで、これ人間がいて拳が出てきたということなんで、この拳を払うところからなんですよね。だから1手目はこんな感じになりますね、これね。で、2手目なんですけども、2手目はこちらの反対側の手が出てくるということを想定して、こういうふうに押さえますね。で、3手目で攻撃に入ります。こうですね、顔に向かって手刀で打つ。同時にこちらの足払いなりローパンチですか、腹にくるパンチを避けながら交差法で打つという。で、次なんですけども、クロスカウンター気味に顔面にヒットさせます。こうですね。で、次の一手なんですけども、バリエーションです。まずこっちに押さえて体をこっちにひねる、要するに顔を向こうに向けてこっちにいる人に蹴りを入れる、かもしくは相手が1人だったらね、今2人の場合なんですけども、1人だったらここからこういった後、肘打ちですね、肘打ちでいくと、肘打ちでこの手を完全に封じるということで5手です。こういう風になります。こうですね、5手。これ1年かかったわけですよ。まあとにかくね、こう最初はこれで痛いんですよ。もう最初はで、最近は痛くなくなりました。これで独特の、だから角度とかね、力がなんかうまくいってるんでしょうね、きっとね、うん、ということで練習後手こんな感じですよね。まあなんとなくできたかなと思います。で、これがちょっと応用編なんですけども、牧人がない時でも同じように使えるんですよ。こう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 ですよ。で、自然とこう組手になるわけですよ、うん、後手ね、後手。これでいいのかな、悪いのか分かりませんけども、私が独学で勝手にやったところ、こういう方ができたかなというところでございます。まあ映画などいろいろ見たんですけども、早くってね、なかなかつかみにくいですね。で、ここまで喋りながらやっただけで、汗かなりじわっと出てきて息遣いは上がってますということなんでね、あの上半身を動かそうと思ったら下半身もどっしりしてないとやっぱね、振られちゃうんですよ、上半身の動きに下半身がね。だからクラ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 しちゃうんで、攻撃したと同時に体勢が崩れたら意味がないですからね。攻撃したらなおかつこう重心がぐっとね、下に抑えられて、180センチの私の体が150センチぐらいまでぐっとね、抑えられるように足の方、腰の方踏ん張って、もう本当にね、こうか体全体で打つっていうんですかね。こっちのパンチが入った時って左足も下にぐっとね、踏んでないといけないんですよね。そうするとパンチからこの足の間の距離が稼げると、1メートル半から2メートルぐらいの勢いのパンチがこう乗っていくみたいな感じになる。そうですよね。これは骨法の本のどっかに書いてあったんですよ、堀部誠一さんの。もう一回読んでみます、すいません。ということで記録映画ですから、あのあんまりバット評価つけないでくださいね。じゃあ、いってらっしゃい。